それでは実際に Amazon からね767円で買ったこの HDMI スプリッター、こちらの方をね使ってみたいと思います。で今実際に、このスプリッター使ってるんだけど、これは切り替え機なんだよね。あの1番2番ね、スプリッターではなくて切り替え機です、これはね。でそれを今回購入したこのスプリッターの方につけてみます。これは腕入力、通視力ね、同時にできるやつです。でここにあの電源、これねあのモバイルバッテリーなりコンセントからね電源供給が必要なタイプなんだけれども、当たりだとなくてもそのまんまいけるってことなんで、とりあえず腕入力、腕視力でね、今プレステ3の視力そのまんましてあるんだけど、ちょっと信号をね入れ替えてみましょう。これがねプレステ3から来てる信号です。でこちらをね、この入力に入れてみましょう。よいしょ、おお明るい。電源が赤にここに光って入力が青ね。でこっちが今一瞬光ったけども、じゃあこれをアウトプットじゃあ2の方にモニターを差し込みたいと思います。ぐん、お光ったぞ、光った。でこっちの方も光ってる、入力が青。おお来た来た、うん、電源なしでそのまんまいけてる。これ通視力できるかどうかだね、問題はね。おお、いけてるぜ。それでじゃあもうこれと同じ役目というか切り替え機の役目はもうできるってことだね。これまあ切り替えというか、まあ、同時出力だからこれボタンはないもんね、うん、よいしょ。じゃあこれ1番にしてみよう。よいしょ、こっち抜いて1番に白く。じゃあこれで来るかな。うん、来た。うん、苦しゅうない。よし、そういうことで、じゃあどうしようかな。今これ白くしてるんだけど、問題はこのゲームキャプチャーね、これとの接続なんだけど、これをこっからそのまんまここにいただいてパススルーしてもいいし、分配してもいいんだよね結局ね。これゲームキャプチャーできるかどうかが問題なんだけど、ちょっと接続の仕方が2パターンあるので、とりあえずこれ今電源を入れておいて、じゃあちょっと一本でやってみよう。このよいしょ、これね入力1によいしょ、このゲームキャプチャーを入れて、今こっちにね青がついてるんで出力しています。それでこっから入力してるので、こっからねパススルーしてみたいと思います。さあ映るかな。よ、映ってくれたら大成功。来た。それで映るところまではいいんだけど、これで録画ができるかどうかなんだね、果たして。そんなわけで、じゃあメモリーを挿してとね。さあこれでじゃあちょっとこの画面のままだとつまらないでしょう。じゃあなんかね、スペランカかなんかちょっと起動しようか。よいしょ、てんてん、よいしょね、スペランカ、はい、じゃあちょっと待ってね、ゲーム起動するね。この体験版ね結構遊べるよ。何面までだかな、体験版だと5面だか何面だか10面だか分かんないけど、そこまでいけないから、あとセーブができない。はい、一人で体験、このゲーム
だし、6パッシュ消毒し入れたらいいし。じゃあこれでちょっと録画ボタン押してみるね。ここが今緑なんだけど、赤になってくれる場所をこうね。なってるね。赤くなってるよ。赤くなってる。はい、じゃあね、ここで一回キャプチャーを切りたいと思います。ピコピコピコ。はい、切りました。それで、ついでにもう一個やっちゃおうか。2つ同時出力、電源補給なしでできるのかどうなのか。それは、パススルーの HDMI を抜いて、ここのね、このスプリッターのもう片方に接続します。そうすると、はい、青色 LED が2個両方同時につきました。よし、うん、あ、でも基礎もないな。やっぱこれだと同時、2つ同時だと電源が必要かな。うん、来ないね。来ませんね。多分来ないと見た。一回こっちをじゃあ抜くと、一本にすると来るのかな。さあどうだ。うん、来ないね。じゃあ一回仕切り直し、よいしょっと、一回仕切り直しで、よいしょ、はい、一本一本だったら来るでしょ。うん、あ、来た来た来たね。一本一本だとちゃんと来る。じゃあ二本でダメなんだったら、これで録画できるかな。ちょっと待って、これで録画できるかな。今こっち映したまんま、こっちがアウトかもしれないけど、録画ボタンが押せるかどうかだけちょっと試してみよう。ごめん、じゃあ こうなってるから、あ、押せるね。押せてる押せてる押せてる。これでちゃんと録画できてるのかな。電源補給いらないでできてる。お化けが来た。テンテンテン。はい、じゃあここでね、録画を切りたいと思います。これでちゃんと録画できてるでしょうか。これが理想の形だよね。はい、それではね、これ抜いてみましょう。ちょっとゲームうるさいんで、ね、うん、ゲームはちょっとこのまま、ゲームは終了します。はい、それじゃあちょっとね、ノンストップで行ってみる。よいしょっと。じゃあね、よいしょ、惜しい。今ね、よいしょ、今こうして試してるところなんだけど、ノンストップで行ってみるね。ちょっと無理があったかな。前準備しとけばよかったな。よいしょ。はい、ちょっと待ってね。じゃあ今のメモリーを、ちょっと音うるさいな、後ろ。もう、よいしょ、電源切ろう。邪魔をするな。はい、それじゃあそういうことでね、マイクをオフにして
でスピーカーをオンにして、はい、じゃあパソコンでね、ちょっと再生してみるね。MW ディスクの中に、はい、2つでできてるんで、いくよ。はい、キャプチャーできてるね。間違いないよね。で、次のね、2本目の動画。これが2本目。できてるね、キャプチャー。はい、成功してます。はい、OK、確認できました。そういうことで、Amazon で767円で買ったこの HDMI スプリッター、これはね、ちゃんと役に立ちました。プレステ3、プレステ4でね、しっかりと役目を果たしてくれると思います。で、この電源供給しなくてもね、このゲームだったら同時出力できたので、これはなかなか使い勝手がよろしいと思います。ただこれ眩しいね、これね すごく めっちゃ眩しいね。はい、そんなわけでね、おじいの情報でした。参考にしていただければなと思います。あ、これどの出品者から買ったかはね、1個前の動画見てもらえれば、一応コメント欄のところに貼っておきたいと思います。参考にしてください。